ベルリオーズ大助曲、ウェイバリー作品1ビットは、フランスの作曲家、エクトル・ベルリオーズが1826年から1828年にかけて作曲した還元楽曲である。ウェイバリーとも表記される。なお、本作は、オペラの助曲ではなく、演奏会用の助曲である。オペラ自体は存在しない。母方のおじであるフェリックス・マルメオン大佐に、検定された。 ベルリオーズがウォルター・スコットの歴史小説ウェイバリー1814年にそうを得て作曲したものでスコットの小説の主人公は17世紀にイングランドと戦ったスコットランドの反逆者である。この曲は西洋音楽で初めての演奏会用助曲の一つであり、また初めてピストン付きトランペットを使った曲の一つである。 初演は1828年5月26日にパリ音楽院ホールにおいてブロックの式によって宗教裁判官など他の自作と共に行われた。ラルゲットによる緩やかな導入部とそなた的な三部形式によるアレグロによる二部構成である。ウェーバリー大尉の冒険物語の主題は、送付の冒頭に引用された二行の句、 愛の夢と貴婦人の魅力はと、名誉と武器にその席を譲るによって提示されている。前半のが、ラルゲット、後半のが、アレグロビバーチェの部分を指す。内容は、未熟さを免れない点もあるが、力強さと、特にオーケストレーションに独創性がみなぎっているのが、注目され、ラルゲットの導入部のチェロの旋律とアレグロビバーチェの、力強いリズム劇的な対比を示している。 約11分。ありがとうございます。